さあこのゲームはリーグの開幕戦です。新たなシーズン今日からスタートです。この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、今日からリーグ開幕です。この開幕戦どうご覧になりますか？そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、ね、開幕に向けて準備をしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね。スペインリーグ初戦、序盤はどのような試合展開になっていくのか。キーパーからのロングフィード、このパスを防ぎます。中里、椿、さあカウンター、スピードを上げたいところ。大阪からダーティのボール、さあカウンターを仕掛けます。武藤から大阪、神戸としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。大崎、まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。このパスはキーパーへ。上田、スルーパス、牧野、ここは体を張ります。左サイド上がっていくと、ボールは大阪から武藤、井上、ファーストハーフ、この終盤両チームスコアは0対0です。さあカズ、カウンターを仕掛けていきます。裏へ出るか、いいボールですね。広南、しっかりと抑えました。牧野、裏のスペースを狙う、このパスが抜ける。この辺は人に対して厳しくいってますよね。これはプレーオンのままスペースを狙った。牧野、ファーサイド、アワヤという、ここで笛、前半が終わりました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。ホーム側としてはまだシュート1本も打ってないんですよね。シュートコースの当て方、スペースの作り方なんかにもう少し工夫が必要かもしれませんね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。スペインリーグ初戦、スコアレスのまま後半へと続きます。
後半です。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。また中央へ大崎、神戸、ここでファールをもらいます。大崎、中央から中坂へ、裏へ届くか。さあカウンターのチャンスになります。イニエスタ、中里、今日この開幕戦両チームともまだスコアレスな展開が続いています。そうですね、そろそろお互いゴールが欲しい時間帯ですよね。まあでも時間的に無理しなくてもいいと思うんですけどもね、まあ、仮にリスク覚悟で点を取りに来た。先制、後半で試合が動きました。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあ、ともに選手交代があるようです。先制ゴールを決めました。1対0。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、イニエスタ積極的です。最後の交代枠を使います。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としては抑え込まれてますからね、一つ一つのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。イニエスタ、中里、遠藤、さあ持っていく、勝負か、スルーパスを狙う、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。中坂、大きく縦へ、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。裏のスペースを狙う、オフサイドですか。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。神戸、選手交代のようです。橋本、上がっていく左サイド、拾いたい、おっと、シュート、ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。
中坂、井上、酒井、主審笛を口に加えて今試合終了です。1対0、リーグ初戦は黒星スタートとなりました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。ホーム側としては残念ながら黒星スタートとなってしまいましたけども、まだ先は長いですから、一つ一つしっかり勝ちを拾っていくような戦い方をしていくことでしょうね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。スペインリーグ初戦、1対0で試合を落としました